チス、誰も知らないカリド、イカレタコスケです。若干早口でしたね。今回はエンディング後に NPC に話しかけることによっていろんなお話を聞けるんですけども、その NPC たちっていうのはいろんなフラグを立てています。何のフラグかっていうと、東京ゲームショウ、任天堂ダイレクトが近づきまして、まあ、G 級相当のタイトルがあるのか否か、まあ、発表されるか否かというのが話題になっています。まあ、もちろんね、あったとして、東京ゲームショウ等々で、それが発表されるかどうかはもちろん未定なんですけども、このクリア後の状態で NPC に話しかけると、これは回収するのどうなの、現状と比べてどうなのみたいな話がたくさん出てきます。それをちょっと、まとめていきたいなと思った次第でございます。てなわけで行ってみよう。さあ、まずは我らが教官、うつし教官です。このうつし教官にはね、まあいろいろお世話になったわけですけども、里を救った英雄が我が愛弟子だなんてもうひたすら鼻が高いよと。だけど君がここまで来られたのは言うまでもなく君の普段の努力と勇気によるものだ。よく頑張ったね。そしてこの後、さあまだまだ数多くのモンスターが君を待ち受けているぞ。さらなる成長を期待しているという話をしています。この時点でまあアップデート 3.0 等々が追加された後に始めた人にとって、炎元のナルハタナ姫を倒した後に戦えるモンスターっていうのはそんなに多くないんですね。まあ、いろんな条件がありますけども、せいぜい主数体、プラス炎元のナルハタナ姫を倒した後にハンターランクを100にすることによって挑めるバルファルク。で、まあ、主の単体個体はね、またバルファルク倒した後なんだけども、ってことはせいぜい多く見積もって4体ということになります。これが果たして数多くのモンスターになるのか。これ私すべてのモンスタークエスト討伐してますからね。終わってますからね。この数多くのモンスターっていうのは本当に今現状のことを言っているのか。まず一つこれですよね。数多くですからね。あえてうつし教官が数について言及してるってところが大事。そして二つ目、これは気づいている方もたくさんいらっしゃると思います。そしてダブルクロスをやった人にとっては非常に気になる、文献でございますな。ミノトさんが、イカレタコスケさんは数々のクエストをこなし、貫禄たっぷりのハンターになられました。各地にもその名は届いていますゆえ、そのうちどこかの村や町からお声がかかるかもしれません。これは先ほど言った通りダブルクロスで前例があったわけですね。ダブルクロスのベルナ村っていう初期村から、クエスト等々をこなすことによって過去作のモンハンの村や町に行けるようになって、そこで新しいクエストを受注するっていうのがね存在したんですね。それを匂わせるこのセリフっていうのも、まあこれ前にもなんか動画で何回か言ってますけども、これ言わせたらさ、匂うじゃないですか。ただのサービスじゃなくて言わせたら期待するし匂うじゃないですか。で、これも毎回言っていますが、考察なんかだと、ロンギーヌさんの船の近くに、各村、各地方のイラストが置かれてるんですよね。この二つ、非常に匂うと思いませんか？個人的にもね、ダブルクロス最近やってますけども、一気に、クエストの量であったり、人から受けられる任務の量が増えたりするんで、これは追加されたら嬉しいなといったところ、これも一つ見逃せない点ですね。これね、イカレタコスケさんのご活躍はハンターズギルドでも随分と話題になっている様子です。こちら、里クエの方の日の江さんになってますけども、ひょっとしたら他の村や町からお誘いなど来るかもしれませんね。これ先ほどと同様ですね、ミノトさんの件と一緒ですね。姉妹揃って、外の世界の話をしているんです。これはさ、言及しすぎだと思わない？これ言及しすぎだよね。どちらか片方がたまたま話したのであればわかりますけども、これちょっと言及しすぎですよね。それで、ギルドの方で話題になってるっていうと、まあ、例えば新大陸に渡った5機団、モンスターハンターワールドアイスボーンの方ですね。その噂を聞いて、
ミラボレアスの討伐に召集されたりと、そういったことがあったわけですね。そう、ハンターとしてさらなる高みを目指すなら、カムラの里を出て広い世界に触れることは得難い経験になると思います、とまで言ってるんですね。これはカムラの里を出るフラグっていうのはバッチしたってんじゃないかな。逆にここまで来て出ないのって感じもしますよね。その時は笑顔で送り出す覚悟はできていますが、夫婦想像しめ、やっぱりちょっとだけ泣いてしまいそうですとね。これ過去作を知らない人にとっては、日野江さんのデレイベントにも見えるんだけども、やっぱりちょっとフラグが立っている。ダブルフラグですね。そして、五穀さんですね。これも以前紹介したかな。おー、イカレタコスケよ、ハンター生活は充実してるで下戸か。百竜夜行が完全に収まるには少し時間がかかりそうだけども、お主がいれば心配無用で下戸な。そうです。百竜夜行はまだ完全に収まりきっていないんです。モンスターハンターにおいてはね、一回討伐した、まあ、ラスボス級のモンスターには何度でも挑めるということはありますけども、それはあくまでストーリーとはまた別問題として取り扱われているわけですよ。なのでストーリー上百竜夜行が収まっていないということは、収まりきるためのきっかけもしくは、まあこれは他の作品でもありますけども、モンスターハンターとかでもそうですけども、実はナルハタタ姫以外にも原因があった的なお話につながる伏線にもなり得るということです。本当に終わりだったら、これ百竜夜行は完全に収まった、お前のおかげだと言ってくれればもうそれまでだったんですけども。そしてセンナリーさん、これ後でちょっと話すんだけど、まあ、とりあえず百竜夜行も収束していくってんで、これね、他の紹介してない NPC もそうなんですけども、ひたすらに百竜夜行が収束に向かっていくっていう話し方を全員がしてるんですね。まあ当然実際そうなんでしょうけども、だからこれ確定的に明らかなんですよ。収束に向かっていって終わっていないっていうのはね、まあ立ておくとして、そう、船着き場がさらに賑やかになってきたぞと、新しい食材とかいっぱい入ってくるかもしれないな、うちで取り扱う品物も増やせそうだということになっています。そしてロンディーヌさん、このセリフなかなか言ってくんないんだけど、たまたまかな。そう、百竜夜行を沈めてくれたおかげで人の行き来が増えるだろうっていう話はまた別でもしてるんですけども、さらに、ふん、私も交易商としてこの里のさらなる発展に貢献する時かもしれないね、というお話をしています。貢献、そして発展ということになります。もしかして G 級っていうのは時を超えるのかもしれませんね。何、仮の姿とはいえ商人の仕事も様になってきたところさ、任せておいてくれたまえと。この船着き場の怒り、この子もね、ちょっと気になる話をしているんです。この子もまた百竜夜行が完全に収まったら、つまりちゃんと今収まりつつあるよっていう話をしているんですけども、まあ、百竜夜行が完全に収まったらっていう話をしています。おいらちょっとだけ里の外に行ってみたいにゃ。この前ほばしらさんに海の絵を見せてもらったにゃ。なんと終わりが見えないのにゃ、ずっと続いてるのにゃ。おいらどうしても本物の海を一度だけ見てみたくなったにゃ。楽しみだにゃと。この子何度か話しかけると海の話をたくさんしてくれます。まあさすがに水中戦の実装はって思ったんですけども、これモンスターハンターライズ、これツイッターでもちょっとつぶやいたんだけど、モンスターハンターライズってやっぱりね、お祭りゲーだと思うんですよ。モンスターハンターダブルクロスがそうだったんですけども、共通点としてはまあ仮技に近い入れ替え技、それから鉄柱主義っていう、今後の作品にはちょっと引き継いでは生きにくいようなシステム、独特のシステムを持っているってこともそうなんですよね。であれば、アクションに特化するのであれば、まあ、水中戦っていうのもまた一つ候補には入るのかなと。結構ね、この水に関する話ってのはね、ちょいちょい出てくんだよね。
そしてこの上位ハンターあやめさんですね。まだ上位なんですけどもね、上位って書いてあるの気になりますね。相変わらず活躍しているみたいじゃないか。さすが大したもんだよあんたは。私の鍛錬もなかなか順調だよ。この調子ならあんたと狩猟に行ける日もそんなに遠くないかもしれないね。この人もまた先の話をしています。果たしてじゃあ NPC と戦いに出ることはあるのか。過去作ではモンスターハンターワールド等々で NPC と共闘という形がございました。でもモンスターハンターライズにも NPC と共闘するイベントがございます。それが百竜夜行によるNPC 召喚ですね。もちろん G 級でも百竜夜行は来るでしょうし、 G 級等々相当のタイトルでも百竜夜行は来るでしょうし、その時はきっと新しい兵器、新しい里の NPC を召喚っていうのはできるんじゃないんですかね。この辺ちょっと気になるところですね。実は鍛冶屋のハモンさんも過去に一度モンスターを退けている強者ですから、果たしてどうなるかは分かりませんけども、この人もまた未来の話をしています。この方もですね、お主の活躍を見ているとわしもたまに血が騒いで狩り場に出たくなることがある。引退したのでそういうわけにもいかんが、おいても狩人の血というのはなかなか静まってくれんものだな。昔共に狩りをした普賢や五穀殿も同様だ。特に普賢などは本気で現役への復帰を考えている節もあるぞと。まあ、普賢さんは現場にほぼ復帰してるけどね。里盛りという形では復帰、だ引退勢も出る可能性があるってことなんですね。なんで、ハモンさん、五穀さんも、まあ、ワンチャン百竜夜行でその腕見せてくれる可能性があります。いかにも、あれだよね。手だれたちの手助けって感じはしますよね。この人とか五穀さんとかね。まあ、カムラの里に平穏が戻ったらの話だが、また昔のように狩りに出るのは悪くないかもしれんな。その時は、イカれたコスケ、お主もついてこい。我らベテランの狩りを見せてやろうと。他にも、たくさん気になるものはございます。まあ、キャラクターの謎フラグだよね。ただ、モンスターハンターに関しては、今までやってきた経験上だと、割とそのまま行っちゃったりして、まあ、新しく追加されるクエストの依頼文とかでちょっとその理由が判明したりとか、まあその程度のものだったので、まあ果たしてそれは解明されるか分かりませんけども、例えばロンディーヌさんの本当の仕事であったりとか、ヨモギちゃんの素性であったりとか、それからイオリくんの両親の話だよね、出てくるのはね。そしてね、もう一つ、あ、まだあるね、あとなんだっけ、コミツちゃんと男の子、名前忘れちゃったの恋の行く先とか、まあ、たくさんあるんだけども、まあ、他にもたくさんございます。あと一つがこれだよね。先ほどお話しした他の里の風景が。これね、これだけだったらまあ本当にただのサービスなんだけども、まあ日の江さんと美濃とさんのセリフっていうのが、これを非常に深掘りさせていくということになります。そしてもう一つ、一番気になっているのがですね、これもう町、里全体の話なんですけども、まあ簡単に言うと、こっちっていうのもまあわかるよね。クエストに出るところです。こっから、里クエに出るところになっています。そして、右側は、先ほどのロンディーヌさんがいるところ。で、これね、扉が半開きになっている鍛冶屋だと思うんですけども、これ中覗いてみるとわかるんですけど、結構ね、しっかりね、作ってるんですよ。働いてる人がいたりして。ただまあこれも、団子屋同様に、中をチラ見させるだけの可能性はありますんでね。まあ、こういった、蔵なんかもあったりします。これもまあ多分何もない可能性だって、なきにしもあらず、といったとこです。ただ、モンスターハンターにおいて、こういう無駄なスペースってのは、まあ、あんまりなかったんだよね。だいたい街の中のどこかに、てかそもそもそんな、なんつうの、裏みたいなところがね、なかったんですよ。街の裏みたいなところがね。なんだけどね、こういったところがある中に、そして非常に気になるのがここだよね。明らかにスペースとして作られている。もし必要ないのであれば、だってここの扉閉めておかなくてもいいけども、まあ、ここでもいいわけじゃないですか。釣り木が走ってるけどとか思うかもしれないけど、釣り木だって結局ね、移動したらワープしちゃいますから、ここだってフワーンって出てきますから、でも別にここ閉めちゃえばいいじゃないですか。でも中に入ることができる。そして、小柱さんが変な話をしてるんですね。ちょっとこれ今違う話だったね。もっと、小柱さんこの話じゃないんだよ。そう、なかなかね、この話してくんないんだよね。
そう、里の外にいる釣り機の親父さんもいろんな品物を送ってくださるんです。釣り機、この、あ、今来ましたね、この一般通貨釣り機さんです。ただこれが一体どういう経路で仕入れているのか全くわからない品ばかりなんですよ。普通にしていてはまず手に入りそうもないものも多いですし、一体あの人は何を。いえ、これ以上はやめておきましょう。釣り機が心配しますから、ここだけの話にしておいてくださいね、と。この里全体の人全員と言ってもいいほどたくさんの人間が、まあ、謎を抱えているんですね。しかもここに関しては、まあ、交易に関する謎ということになります。これはロンディーヌさんとも話がね、もしかしたらロンディーヌさんと釣り機の親父さんは何かしら繋がってるのかもしれないですね。この里全体がやはりどこかのお抱えでみたいな考察をこの間よもぎちゃんの話でしましたけども、まあそういった可能性はあると。でもしこの里をグレードアップした先ってことになるのであれば、まあそういった国からの依頼なんかが増えるんじゃないかなと思うんだけども、まああとこれだよね、一番気になる、なぜそこに降ろしてくれないっていう、何の問題があるのっていう、この棒、これしかもさ、明らかになんかそう、色がさ、浮いててさ、外れそうじゃないですか。これ外れるよね。これが、まあ、これはあくまで私のね、ただの疑いの目ではありますけども、これが非常にね、怪しいんですよ。ほんと何気ないものですけども、これいけない理由、ある?いけない理由、ある?で、先ほどの猫ちゃんが言っていた、海に出てみたいって言ったから、ここ海じゃないんだよね。まあ、多分高いところなんだろうね。これです。これがね、私個人としてちょっとめたい話になっちゃうけども、ここに何かしら他のマップに行くための道っていうのができるんじゃないでしょうか。まあちょっとね、この辺はもう大きな予想になっちゃうけどね。でもまあ他の里に行かないでくださいとか、他の村のイラストが置いてあったりとかで、そのここの関係者っていうのが謎に包まれていたりとか、そしてここに明らかになくてもあってもいいのに、ただいけないだけの棒が一本、このね、この辺がね、ちょっとつながってくるんじゃないかなと個人的には思っております。てなわけで、GQ へのフラグ、いかがでしたでしょうか。他にもさ、まあ、ぶっちゃけね、この里、いろんな謎がいっぱいあるからね、その辺の伏線、モンスターハンターワールドから、モンスターハンターっていうのはストーリーを非常に重視するようになりましたんで、その辺の伏線もぜひとも回収していただきたいところ。それでは、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ